私やって大丈夫ですか？そうですね、やってみますか。あの、手で渡してやってください。手で渡す、うん、手渡しでね、こう手渡して、うん、ちょっとしゃがんで。どうやったらいいの？いや、いいですよ、そのままでいいですよ。どうでしょうか？私はクリーニングしたての新しいものを着まして、ようやくこの養豚場へと入れたというわけなんです。それでは、こちら、茨城県八幡浜の養豚場となっております。皆さん、豚というのは大変綺麗好きでデリケートな動物になっています。それでは早速組合長さんからお話をお伺いいたします。作業中申し訳ありませんが、こんばんは。あのふるさと交流会っていうのは一体どのような会なんでしょうか？はい、あの田舎で作ったものこんにゃくとか椎茸を勤め里へ出てくる方に送ってふるさとの交流を忘れるんです。どんなお味か流しそうめん初体験でいきたいと思います。うん、美味しそう。やらない方がいいんじゃないか。よいしょ。いや、ちょっとこれ重たい。なんか女の私にできるかしら。ちょっと、あ、あ、ちょっと前を持って。その益子焼きなんですけれども、花瓶なんですね。かなりずっしりとしてまた素朴な焼き上がりですよね。そうですね、あの温かみのある重みのある花瓶ですね、はいはい、今日は実際にこの益子焼きというのを私も作ってみました。怪我はありませんか？いいですか？あります。本当にこの辺は緑が多くて、空気がとても美味しいです。川のせせらぎも、とても良くて、